はい、それでは外の場ラジオということで、第3回の外の場ラジオを開始させていただきたいと思います。本日のパーソナリティは私山崎がお送りさせていただきます。まずはじめに、外の場ラジオの説明なんですけども、まあ、ちなみに今日僕初めてのパーソナリティをやらせていただいてますので、まあ、ちょっと1時間前くらいからそわそわしながら今日という日を過ごしていました。で、外の場ラジオなんですけども、パーソナリティが今気になる人とのトークやトピックについて、ゆるくオンラインで聞くラジオです。で、外の場コミュニティという、外の場の中のクラブ活動としてやっております。で、平日の夜に、パーソナリティそれぞれが企画してゲストとともに今気になる話やトピックについてお話しするラジオです。パーソナリティは全部で4人いて、泉山、西田、田村、山崎でお送りしております。で、本日は私山崎が、お送りします。で、コミュニティに入っていただきますとですね、コミュニティのメンバーは、このズーム中に質問とか、コメントとかをすることができます。なので本日も、数名のコミュニティメンバー参加してくれてますけども、何かありましたら、チャットに書き込んでいただけたらと思います。はい。で、今日自分初めてなんですけども、自分は今ランドスケープとかの研究を、都市でやっていますので、都市の自然、まあ、かっこつけてアーバンネイチャーなんて言ってますけど、アーバンネイチャーっていうものを探求していくようなラジオにしていけたらというふうに思います。そこでですね、本日は第1回ということで、とてもとても良いゲストの方をお招きしてお送りさせていただきます。佐藤瑠美さんです。よろしくお願いします。はい、佐藤瑠美です。よろしくお願いします。まあ、瑠美さんに自己紹介をしていただくんですけども、自分は去年、まあ、1年間ぐらいですかね、一緒に瑠美さんと大学の立場と NPO の立場でお仕事させていただいて、まあ、かなりこう綿密なやり取りをさせていただきました。で、瑠美さんがやってることをとても知る中で、まあ、すごくこう尊敬させていただいております。ということで、じゃあ瑠美さんから今、どういう意識というか、どういうことを考えながらどんな活動をしているかということをお話ししていただきたいというふうに思います。もう最初から画面共有しちゃってもいいですかね。はい、はい、じゃあ瑠美さんお願いします。はい、佐藤です。あ、共有いただいてるのが、あ、はい、そうですね、町に地緑マップというマップなんですけど、私たちが目指している町の姿ですね。私は NPO バースという団体と NPO グリーンコネクション東京という団体と2つの NPO を主催しています。で、緑を軸にした自然と共にある都市の在り方を考えて実践している団体です。はい、ですかね。あ、山崎先生、このまま話して大丈夫ですか。はい、相槌打ってるんでお話し続けるになったら突っ込ませてください。はい、バースという団体はもう20年以上前で、97年に仲間と立ち上げたので、そうですね、長いですね。すごいですよね。私もともと自然が大好きで、なんか物心ついた時からこう地面を掘って虫を探しているものだったんですよ。いや、いいですよね。あんまり多くないですかね。そう、好きなのがイモムシとかケムシが好きなんですけど、しかも、はい、しかもそっち系なわけですね。で、私仙台の生まれで材木屋さんの娘だったんですね。で、まあ、仙台で過ごしてたんですけれど、大学の赤本を高校の時に見てた時に、昆虫研究会っていうマニアックなサークルがある大学を見つけて、そのサークルに入ろうと思って、で、東京の大学に来たという、はい、なかなか昆虫研究会目当てで大学決める人っていうのは多くないような気がしますけど。そうなんですよ。で、
でもそうですね、東京って言っても武蔵野とか多摩とか呼ばれる割と西側のエリアだったんですね。まあ自然があって、で街中にこう畑とか林があって、で虫もなんかね、いろいろありますけど、そうですよねですごい、ないここ東京みたいな、なんか東京って西新宿のねイメージがあったので、本当にびっくりしたんですよ自分も3年前ですけどね、東京に来て多摩エリア歩いてると、農地があるっていうのをあんまり知らなかったというか、文章でしか見たことなかったので、うん、こんなにいっぱいあるんだとか、すごく感じましたね。やっぱり小さな農地と一緒に暮らしがあるっていうのにすごく驚きがありました。そうなんです、本当びっくりして、でまあ、もともとその私が行った西側の、武蔵野エリアっていうのは、なんて言うんでしょうね、もともとはね、人があんまり住んでないすすきっぱらだったところ で、そこに玉川上水が、まあ、通ってから人が住み着いて、で人がこう自然に手を入れることで自然が豊かになって、で虫たちとか生き物とか、まあ、タヌキもいるわけですけど、今でも豊かになっていくっていうのがすごく魅力的で面白いなって思ってたんですね、だけどまあ気づいたらどんどん宅地になって駐車場になって、昨日まで畑だったのにとか、この間まで雑木林だったのにみたいな、なんとかしたいなって、すごい思ったんですね。でそういう思いをずっと未だに続けてライフワークになってるんですね。で素晴らしいですね。で、まあ、それは同じ思いを、ね、持ってる仲間の方々いらっしゃったので、まあ、みんなと一緒にそういう団体を立ち上げたんです、で、まあ、そういう人、まあ、自然保護団体がね、いろいろその頃もあったんですけれど、私たちがやってるのは自然保護というよりも自然と人の関わりをつないでいくっていうようなことをやろうと思って、でそうですね、15年ぐらい前から今東京都の70ぐらいある都立公園とか私立公園を民間団体で管理をしてるっていうのがバースの、仕事でやってます。70ってなかなかすごい数ですよねすっごい大きい200ヘクタールぐらい の, 都内最大の都立公園もあるんですけど、それから15平米の本当に15平米長机 2、3個分ぐらいの、なんかそんなのから、まあ、いろんな公園の管理をしながら、まあ、公園の管理っていうとこう植栽管理とか、なんか上と、ね、施設を掃除するみたいなイメージあるんですけど、私たちがやっているのはその地域の方々と一緒に緑を楽しむようなイベントをしたり、それから絶滅しそうな実は動植物が東京にはたくさんあって、そういうものを一緒に守っていったりとか、そういうのをやってます、あ、ちなみにその、はい、あ、すいません、その中でもやっぱその人と自然をつなぐっていう、その自然を守るだけじゃなくて人もその一緒に考えるっていうところに肝があるんですかね。そうですね、すごくその見えないものなんですけど、でなんで自然がなくなっていくかっていうと、自然がそのものがなくなっていくっていうよりも自然と人の関係がなくなっていくから自然がなくなっていくなって、特に都市とか都市近郊とか奥山とかはちょっと違うんですけど、都市の自然とかまさに必要でなければなくなっていくし、必要であると残っていく、でその必要性っていうのを感じるか感じられないか、そこに価値を見出すか見出さないかっていうのが非常に大きな、まあそのすごく見えないですよね、その間にあるものをどうつなぐかっていうところをやってます。そのまさに人との関わりがなくなっていくからっていうところに注目して活動をされているっていうのが本当印象的だなと私はお話を聞いた時に思いましたね。はい、そうですね、ちなみにですね、はい、よいしょ、バースっていう団体、皆さん、池の水を抜くっていうテレビ番組があって、それにレギュラーで出てるので、もしかするとそれで知ってる方もいらっしゃるかもしれない。いや、バースっていう名前はね、僕も実はテレビで見た時に
驚きましたね。もうふみさんと知り合った後だったのであれってなりましたけども、そうですね、幅広いなと思いましたね。いえいえ、やっぱりマスコミとかテレビの力とか大きくて、ずっと私たちも外来種の問題は言ってたんですけど、誰でも今ね、みんな知ってくれてる問題になったので、そうですよね。はい、うんうん、あと、もう一つね、団体があるんですけど、いや、これが結構、今さらっと言いましたけど、東京の緑を守る団体をやっぱ2つやっているっていうところが、佐藤さん、ルミさんを紹介する上で欠かせないポイントかなと思っていて、これもすごいことですよね、結構。あ、じゃあちょっとはい、そっちのもう一つはグリーンコネクション東京といって、まあ、緑をコネクションする、まあ、人と緑、人と人をコネクションするっていうイメージなんですけど、まだ2年前に生まれたばかりの NPO ですね。で、東京っていうとね、やっぱりこうビル街とイメージあって、コンクリートばっかりみたいなイメージある人が多いんですけど、地方だと実はすごく素晴らしい緑があって、まあ、実際都心にはね、皇居のような大きなグリーンスペースもあれば、大きな庭園とか公園もあって、で、まあ、江戸東京野菜って聞いたことある方いらっしゃるかと思うんですけど、伝統的な農業も非常に盛んで、農地もまだ23区内にもありますし、結構そういう緑が多いんですね。で、かつ、こう東京ってこう なんか横に長いんですけど、郊外。長いところにこう外線って言って、崖線って書いて外線って呼ぶんですが、ずっとね、はいはい、崖があって、そこから湧き水が湧いて、小さな流れが大きくなって、例えば野川とかいろいろ川あるんですけど、それが多摩川に合流したりしてるんですが、まあそういったところとか、あと元西側行くと丘陵地があって、雲取山なんか2000メートル級だし、あと小笠原とか伊豆七島とかね、なんか東京ってね、やっぱすごい、すごいなって思って。いや、こんなメガシティ、なかなか世界広しといえど、ないですよね。ないんですよ。グリーンシティで、江戸時代はエコシティだったし、なんかこのすごい緑たくさんあって、それをなんとか生かして、みんなで一緒にもっとこうサスナブルな街ができるんじゃないかなって思っていて、そういう、そういう思いを持つ方々とか、つないでいくようなプラットフォームが必要だなと思って立ち上げたのが、このグリーンコネクション東京という団体ですね、うん、はい、なるほど。それでじゃあ2つ の団体をで取り組みをされているわけですけども、はい、まあ、ちょっと最初に出しちゃいましたけども、この写真っていうのがその目指している街とかビジョンっていうものを示すっていうことで紹介してもらったんですけども、そうですね、皆さんちょっと長く見ていただいたので、何が書いてあるんだろうって見ていただいたと思うんですけど、実はこれ8割ぐらい本当の本当の事例なんですね。本当の事例をパッチワークみたいにつなげている、そういう絵です。東京都で、東京都内で行われているいろんな緑と関連した活動でも、なんかこうね、右下の方にテレワークしてる人とかね、いますけど、ズームできるんだ。あ、ズームできた。右側あ、今ちょっと書いてますね。そう、民間の方にね、いたりとか、はい、駅前でね、花を植えてたり、広場で芝生とかで、ファーマーズマーケットとかマルシェがやってたりとか、芝生を楽しんでたりとか、あとは、コミュニティガーデンって言って空き地を畑にしたり、あとは農園があったり、あと東京ってかなり古い屋敷が、お屋敷がまだあるんですよね。で、お屋敷に森があって、そういう森を生かした環境共生住宅とか、あと商店街とかにもね、緑が配置されてたりとか、別にマニアックな人だけではなくて、誰もがちょっとこういう緑の活動をすると、こんな街ができてしまうと、まあ、こういう目標を持ってやってきたんですが、実はなんか今回のコロナで、いや、そうですよね、そう、すごい私たちがやってきたことってコロナに強い街づくりじゃないかなってすごく思ったんですね。
いや、まさにそこの点についてもお伺いしたいなというふうに思ってたんですけども、うん、コロナによって自分もそうですけど、多くの人が自宅とその周辺にとどまっていなさいっていうふうに言われたわけですよね、うん、そうそう。でその中でやっぱり、こんなとこに公園あったんだとか、そういう発見もあったりとか、あとは散歩するっていうことを普段してない人が散歩する中でいろんな発見が、身近な場所に対する発見があったと思うんですよね。となるとやっぱ自分のこう街にこうよりよく見られちゃう、街側はよく見られちゃうわけじゃないですか、なのでこうコロナの後に、緑とか自然っていう視点からどういう街とか都市になっていくのがいいのかなってことを考えていて、その辺についてもぜひルミさんのお話聞いてみたいなと思います。そうですね、はい、なんかやっぱりこの緑が非常にキーになるなと。でただ緑があるだけじゃなくて、こういう風な緑っていうのはこう人と人をつなげてくれる媒介になるんですね。そういう媒介になる、人と人もつながるし、人と生き物たちもつながるみたいな、そういうつながりを作る緑っていう視点で、今都市の自然っていうのは考えています。で実際公園に訪れる方も増えたっていう話聞いてすごい驚いたんですけど、結構増えたんですよね。すごかったですね。私たち公園にね、いますね。現場毎日見てるんですけど、去年の同じ時期の 1.5 倍から2倍来てらっしゃって、しかもバーベキュー広場とかスポーツレクリエーション、テニスコートとかね、みんな閉めちゃってるのに、それだけ来てる。で公園が二密になっててそう、それで結構クレームもあって、でその後いろいろと何ですかね、利用ルールなどをきちんとして、で皆さんに、フィジカルディスタンス、ソーシャルディスタンス取っていただくとかしたんですけれど、やっぱり公園を閉めてほしいっていうね、あんまり人集まるからっていう声もなくにしもあらずだったから、やっぱり公園があるってものすごいなんか最後の砦みたいな、みんなどこに行くでもうね、いろんなやっぱり大変なニュースも入ってきて、コロナだけじゃなくて、健康害したりしてしまったり、あとはメンタルヘルスですよね。あとはやっぱり DV の問題とかも非常に取り上げられていて、なんかちょっと自分たちの家の周りに少し息が抜ける場所とか、それも自然があってほっとする場所とか、そういうものがあるっていうだけでかなり違うなって思いました。自然の揺らぎって言いますけど、あれ生態リズムって言って、生き物のリズム、体のリズムを整えてくれる働きがあるって言っていて、なんかそういうことも含めて今回は本当にいろいろ感じ入りましたね。いや本当ですね。こんなにこう緑っていうもの、自分も緑を研究してますけど、こんなに注目されることがあるのかっていうぐらいの驚きもありましたし、改めてこうどういう効果があるかっていうことをね、ルミさんにこれを事前に送っていただきましたけど、本当にやっぱ改めていろんな価値を持っているんだなっていうことを実感させられますよね。これはコロナの前に作ったものですかね。そうですね、もう私たちが緑の力を引き出していくっていうことで、こういう今10個ありますけど、いくらでも出てくるかなと思うんですが、でもやっぱりこの中で、例えば生き物の多様性っていう意味では、やっぱりコロナの、こういう新興感染症ですか、新しい感染症が蔓延してしまった背景には、やはり大きなこう環境破壊とかがあって、生き物の多様性の問題もあって、やっぱりそういうものは外せないなって思いますし、あとはそのコミュニティを活性化するっていうのはこの後ちょっとお話ししたいんですけど、やっぱり緑が媒介になるっていうことで非常に大きな力になりますし、あと今回のように世界同時に発生して、なんか鎖国状態みたいになった時に、食べ物の供給場所としてもすごい重要だなとか、ここに書いてあるものだけではないんですけど、本当にその緑の力っていうのを、コロナの
まあ、コロナがあったきっかけで、また再認識したなって思います。はい。うん、いや本当にこれをあのコロナの前に作ってたんですけど、本当このほとんど全ての効果があのより感じられるようになったっていうところに、うんうんうん、あの驚きもありますし、やっぱり大事だったんだなっていうことを自分も実感させられましたね。そうですね。あのなんかみんなね、家って帰るだけの場所で寝るだけの場所だったのが、ずっといるとやっぱり周りの環境すごいね、あの気になって、うん、初めてね、自分たちの身の回りに何あるかとか、あとちょうど春だったので、うん、どんどんこう社会経済が全部ストップしてて、自分も家にいなきゃいけなくてっていう、みんなストップしてるのに季節だけは巡っていく、自然は巡ってきて、うん、なるほど、なんかそれにすごく安心感とか励まされた人も多いんじゃないかなって思いましたね。木々は芽吹くし、花は咲くし、うん、でそんなコロナ禍を海さん自身も結構自然の、東京だけど自然の中で過ごされてたんですかね。そうですね、私ね、東京の中でも西側の東村山というところに住んでます。これかな、はい、アインの志村けんさんの東村山ですけど、まあね、よくよく見るとね、緑本当多いんですよね。あのちょうど今右側に立ってる大きなビルが東村山駅のとこで、駅ビルなんですけど、あとこれ久山公園という公園から撮ってて、私たちが管理してるところなんですが、左側の方に見えてるのはトトロの映画でもモデルになってる、あの八国山っていうところだったりしますよね。この辺がちょうどトトロの、ね、映画 の, あのモデルになってますね。で、建物の間に実はすごい畑とか農地があるんですよ。なんか私もね、うん、今回ね、散歩してみてね、こんな畑あるんだと思ってびっくりしたんですけど、まあ、じゃあ 次、うん、次ですか。はい、これかな。そう、あの東村山市、あの、あ、そうそう、皆さん無人販売所とかあのあります？近くに。いや、これ YouTube だからいろんな場所から見てるかもしれないですけど、これ東京の話ですからね、あのもう一度確認しておきます。あ、そう、東京です。あの、うん、東京って結構ね、無人販売所多いんですよね。で、これがね、大人気だった。これもう一つ、次の、はいね、あの、うん、これは東村山 の畑なんですけど、このちょっと素敵な無人販売所は、実はあの地元の相葉建設さんっていう建設会社さんが作るのお得意なので作ってて、あの相葉建設さんは、住み開きっていう、あの住宅作ってて、住まいを開こうみたいなことやってるんですね。で、面白そうです。面白いでしょ。で、こういう街開きとか、こういうあの場を作っていく、あのみんなが集まれる場とか、立ち寄れる場をどんどん作ってるんですけど、なんかこういう場が緑があることで媒介になって、どんどんつながっていくっていうのが本当に面白いなって、うんうん、今回これ自体はもともとあったんですか？うん、これはね、あの農家の方々がまあいらっしゃって、で相葉さんたちがあのそういうコンセプトのもとに、人をつなごうっていうコンセプトのもとに、うん、あのこういうあの無人販売所を、まあ作って、提供して、一緒にコラボして野菜を売ってるんです。なんかちょっとしたデザインにこう可愛げがありますよね、すごく。あ、山崎先生はデザインこだわりがあるから面白いなってですよね、なんかそういう地元のまたそういう会社さんとか、いろんなアーティストさんとか、いろんな人たちが町にたくさんいらっしゃって、まさに外の場さんはそういう方々を外の場でつなごうみたいなことされてると思うんですけど、やっぱりその外にさらにこういう緑があって、であと食べられる、やっぱりこの安心感すごかったです ね、 そうですね、うん、食べ物があるみたいな。やっぱ日本だと そこまであのニュースにはなってなかったですけど、国際的には結構その自国の消費を優先させて輸出をちょっと考えようみたいな動きも あったので、もしかしたら日本だって
輸出が止まっちゃったらいろんなもの食べれないとかね、いう可能性もありますもんね。そうなんですよ。なの で今回テレワークでね、みんなテレワークし慣れて、もしかするとこのままライフスタイル、ワーキングスタイル変わった時に、街中に残ってるあの畑とか、もしかするともう後継者がいない空き畑とか、そういうのがいろいろ出てきた時に、なんか農家を兼業農家じゃないけど、半分 X っていう言葉があるんですけど、半分農業して半分ね、あの別のお仕事するとか、あとはまあ農家さんに遠農に行くとか、なんかそんなこともね、あの聞いてたら街の姿が変わるんじゃないかなって思います。いや本当ですよね、うん、もうこれだけであのそれこそ人が見えますもんね。ここには人は映ってないですけども、この風景はまさにこう人が見える風景で、まあ、緑があの奥にもね、あの街路樹の緑とかもありますけど、やっぱこの手前の無人販売所にすごくこう温かみみたいなものを感じるなっていうふうに見せていただいて思います。はい、でじゃあこういう、まあ、都市の中に緑があるっていう状態とか、緑が人と自然をつなぐっていう状態っていうのをやっぱどう作っていったりとか、どう実現するかっていうところに、まあ、るみさんは今あの2つの団体で活動されたりとかしてる、そのノウハウがあったりとか、まあ、お考えがあると思うんですけども、じゃあ、まあコロナによってそういうライフスタイルがより加速していく中で、まあ、どういうことをしていくと実現できそうとか、まあ、今どういう取り組みを通じてこれは良さそうだとか考えられてますか？やっぱりこのセーフティーネットってすごく言われるんですけど、言ってるだけではなかなか作れなくて、いざという時にみんながこうつながれる関係づくりっていうのを普段からしていくっていう、でそのために緑を使うっていうのは非常に大きいことだなと思っていますね。国分寺がね、いいモデルなので、東京の国分寺の、はい、事例をちょっとお見せします。ブンブンウォークっていう、実は街歩きのイベントがあるんですね。でこれはブンブンウォークのパンフレットなんですけど、一個一個になんとかタウンってついてて、ピクニックタウン、流水タウンとか、これ純粋にもう市民の方々が、国分寺ってすごい素敵な街だからみんなに知ってもらいたいねって言って街歩きをしようっていうイベントなんです。でいやすごいですよ ねそれぞれの場所で流水が湧くところとか、公園とか、あのアーティストさんがいるとか、いろんなところがあって、でそこでみんながね、それぞれで分担しながらタウンを作って、で次の、画面に行くと地図があるんですけど、あれちょっと止まっちゃったかな、ちょっと待ってくださいね。国分寺って国分寺外線っていう外線があって、湧き水が湧いてるんですけど、そこの緑っていうのをこう楽しみながらみんなが歩けるような場所っていうのを、あこれですね、はい、この真ん中の緑の線が外線で、斜面林になってます。で国分寺の史跡もあったり、大きな公園もあったり、あと日立さんのね、大きな研究所があるんですけど、まあ、こういったところがずっとつながって、でそこをみんなでブラブラ歩こう。で今もう10年目なんですけど、2日間で1万5000人ぐらい公園だけでも集まってくれて、すごい面白いです。街の姿がね、変わってきてね、みんなが散歩道が決まってきたので、そこの散歩道沿いにお店ができてくる。住宅の1階を改装してカフェやったりとか、そば屋やったりとか、そういうね、場がいっぱいできてます。ブンブンウォークは何年目なんでしたっけ？もう今年で10周年ですね。そっかそっか。だから、もう結構、その継続の取り組みにもなってるし、イベントだけじゃなくて、日常のこう風景の変化にもつながってきてるっていうのは本当にすごい事例ですよね。すごいですね。だからこれをこういうことを、きっかけにして、やっぱり町のいろんな人たちがつながっていて、農家の方とか、それこそ私たちみたいに公園を管理したり自然を
保護したり、いろんなことやってる学校とか、まあ、みんながつながっていく。で、今回それがこのコロナで非常に国分寺ってちっちゃいお店が多くていろいろ危機的な状況だったんですけど、みんなで知恵を出し合ったり、みんなでそのセーフティネットが一つにな、セーフティネットが、まあ、機能したっていう感じがありましたね。クラウドファンディングをしたりとか、みんなでそれを、情報を回したりとか、なんかそういうことにもつながってきました。うん、やっぱり普段から、まあ、緑を介して人と人がつながっていたことが本当に有事の時というか、いざという時に発揮するっていうのは、いろんなでもないですけど、ね、本とかにも書いてありますけど、それって本当に発揮されるのかななんて思っちゃいますけど、まさに国分寺では本当モデルのように発揮されていったっていうことですね。そうですね。これやっぱりつなぐ役割としての人がすごく必要で、市民の人たちもつないでいただいてましたし、私たちも公園側としてパークコーディネーターっていうコーディネートをする役職があるんですね。そういうコーディネーターが人をつないでいったり、あとはまあレンジャーという役職が緑をつないだりとか、やっぱりそういうつなぐ役割っていうのが、これからのアフターコロナといいますか、ウィズコロナ、これからの年にはすごく必要だなって思ってるとこです。うん、ありがとうございます。それでもう一つイベントがこれに追加というかして行われているんですかね。お時間大丈夫ですか、山崎先生。それがちょっとぐらい大丈夫っていうトップからの指示を受けたので行っちゃいましょう。クイックに行っちゃいましょう。そうですね、フードバンクでいろんな方とつながっていると、みんないろんなことを公園とかこういうオープンスペースやりたいってなってきて、でここに出してるのは全部市民企画ですね。市民の人たちが、例えばパパさんたちが子どもたちと一緒に公園でご機嫌ななんか音楽聴きながら生ビール飲みたいみたいなピクニック気分とか、お母さんたちが育児でちょっと煮詰まっちゃう、だからみんなで外で遊ぼうよっていうプップフェスとか、アーティストさんたちがいっぱい集まっての手の内とか、あとは毎週サンデーパックカフェというのを春秋やってて、地元のお店でがケータリングを出して、で地元のアーティストさんたちがワークショップをするみたいな、このあったらいいなってみんなが思ってることをみんなで作ろうっていう、そういうプロジェクトですね。いや、この写真もその同じイベントの写真っていうことで合ってますか？はい、これもね、これはピクニックヘブンで去年の様子なんですけど、今年はね、残念ながら今イベントがみんな中止になってしまって、なってるんですが、やっぱりこういうつながる場っていうのを持っていくっていうのはすごく必要だなって思っているのと、何ですかね、やっぱりこう今回その3密から逃れられないんだなって年って思ったんです、でそういう時にやっぱりこういう空間をどれだけ緑のグリーンスペースを持ってる年が、まあこれからの都市の生き残りみたいなことを考えると優先されていくんじゃないかなと。でそういうところでみんながこうやってつながって、行くっていうような、つないでいく、つながって新しい文化を作っていくっていうね、なんかそういう方向性に確実にいくなっていうのを、私は今回のコロナでまた非常に確認したなって。いや本当に今おっしゃってくださった通りですけど、コロナの前から取り組んできたことっていうのがもちろんたくさんある中で、それが、まあ、こういう誰も予想していなかったこういうアクシデントに見舞われた時に、その前に培われていたネットワークとかコミュニティっていうのがこんなに効くんだとか、まあ、それだけじゃなくて、そもそも都市の、まあ、公園とか緑ってこんなに役に立つんだとか、まあ、そういうことを本当に感じさせてくれるお話をたくさんしていただきましたし、
自分もあの都市の緑を考えていく上ですごくなんか勇気づけられるというか、いろんなヒントをもらったような回にあのなりまして、でですね、少しオーバーしてるんですけども、質問がいくつか届いておりますので、はい、その質問も少しだけいきたいと思います、はい。はるくんってあの自分たちの、 あの去年ルミさんと一緒にやったワークショップにも来てくれてたタイの留学生で日本語ペラペラの子ですけども、うん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 、はるくんが見てくれているようで、なんで NPO っていう形で阻止団体を立ち上げようと思ったんですかっていう質問がありますね。その点はどうですかね。そうですね、私たちがやろうと思ったあの活動の、活動に合う組織形態って何かなって考えたときに、ちょうど95年に NPO あの阪神大震災があって、で NPO 法ができて98年、ちょうどその頃だったんですよ。でちょうどノンプロフィットのオーガニゼーション、それって私たちにぴったりじゃないかなって思ったのが一つと、あと私若くてお金とか全然なくて行動力がすごいですね。重いとなんだろう、重いしかなかったですね。重いと勢いしかなかったんですよ、みんな。なので0円でも始められることをやろうよと、で助成金を取ったりとかしながら、あと大きかったのはやっぱり NPO の経営を考えるときに、アメリカの西海岸のベイエリアのサンフランシスコやバークレー、あそこに行ったに行ったのは大きかったですね、あっちでその NPO がなぜ市民社会というかこの社会に必要かっていうのを徹底的になんか叩き込まれてきたので、それが NPO を続けてるっていう意味ですね。なるほど。で NPO の中で、まあ、相当な数の講演管理されてますけど、それってなんかどういう体制とか、はい、どういうオペレーションで、まあ、簡単にでいいんですけどもやってるのかっていうのも質問として、はい、伺いたいって上がってきましたね。そうですね、あの今は造園会社さんと組んだり、あと声によっては水野スポーツサービスとか、あの水野グループの会社さんとか、いろんな会社さんと実は一緒に JV でやってます。であとはまあ自然が多い公園ですと、私たちのレンジャーや環境保全部のようなあの部署があったりとか、あとは共同部といって地域連携をあの促進していく部署とか、で造園会社さんの方が維持管理をしていくとか、なんかそういう体制でやっているんですね。ですごく重要だなと思っているのは、私たちのようなあのノンプロフィットというか、まちづくりの価値観を持っている団体がそういった公園のオープンスペースの管理に入っていくっていうのは非常に重要だなと思っていて、やっぱりそのNPO の意味ってさっきありましたけど、こう価値観を変えていくみたいなことってすごくあって、人々の価値観を変わる場を作っていくっていう場作り、まさに外の場なんですけど、この辺はあのその場作りにはこういったあのミッションのある人や個人や団体が関わっていくってことがすごい大事だなって思ってます。なるほど、まあ、今外の場の名前も出していただきましたけども、やっぱりそのバースさん自体が、まあ、いろんなその講演を取り巻くセミナーですとか、まあ、お話を聞く機会っていうののご相談を受けていると思うんですよね。でそのバースさんにやっぱあのお話を聞きたいとかっていうことが、まあ、かなりあると思うんですけども、それはなんかバースが持ってる強みとか、どういうところがなんか注目されてるのかなっていうなんか認識とかってあったりしますか？実はあのコロナの直前ですね、あのここのとこぐんぐん増えてきたご相談がやっぱり企業さんからの相談なんですね、私たちもその市民団体とか学校福祉団体とかそういったとことの連携っていうのはずっとつないでいるんですけど、やっぱり SDGs の、 あのこの流れが非常に大きいなっていうふうに感じてるのと、あとは企業の中にもあのもともと企業緑地を研究するグループの方々とか、あの生物多様性とか、その何でしょうね、今まで表舞台にはなかなか来れなかったというかね、もう長年やってる方々が
今ね、どんどんね、こう明るみに出てるというか、なるほど、やっぱり世界が変わってきた感じがあって、うん、でそういう方々とまたタグを組んで、あのご相談を受けたりとか、私たちもご相談しながら、あのやっぱ企業が変わると、あの、うん、変わると思いますね。都市は大きく変わる、で企業さんが持ってる土地とかそういったところって非常に大きい面積があって、グリーンスペースもありますし、まあ、そこが本当にこうヘルシーな生態系についてもそうですし、人が集まるコモンスペースとしてもそうですし、なんかそういう場になっていったらね、これはすごいなと思っていて。なるほど。今これね、コロナでね、ちょっとね経済的に皆さん大変な状態になってしまってはいるんですけど、うん、多分今回皆さん価値観がどこかで変わってるはずですし、やっぱりそこと今まで面々とやってきたあの方々の流れっていうのがこれから合流すると、やっぱり大きな時代の、まあ、シフト、まあ、パラダイムシフトが起きていくんじゃないかなっていう予感はしてます、うんうん、そうですね、まさにあの経済が強い東京だからこそ、まあ、企業との連携っていうのにも意味がよりあるでしょうし、また多くの人が住んでる東京だからこそ、その人のライフスタイルの変化っていうのがよりダイレクトに都市の自然にもこう返ってくるのかなっていうのを思いましたね。でもう本当にあの時間はないんですけども、今コロナで結構これ、あの西田さんって我々のパーソナリティの一人なんですけども、がラジオで今コロナでそのなかなかどういう勉強を、今学生さんだけど都市とか自然とか建築とかあの都市計画に関心があってもどういう勉強したらいいか分かんないとかってあると思うんですけれども、まあ、おすすめの本とか ありましたら紹介してもらえますか。これは山崎先生と私両方からのおすすめあの実はですね、ちょっと逆さまになってるのかな、あの都市の起源史っていう、はい、あそちらにも品田豊先生というですね、非常に大御所の先生がいらっしゃるんですけど、実はバースができたのも、まあ、あの長い、お付き合いで、あの品田先生が後押ししてくださったというのが大きいんですね。でこの都市の自然史は1974年に先生が書かれている本で、そんな昔、山崎先生生まれてない、全然生まれてないですこんな見た目なんですけど、平成生まれてそうだけど生まれてないそうなんです。でここにね、これあ、でこちらはね最近先生がね、あの出されたもう今まで あのご自分の自分史なんで、非常に貴重なご本なんですけどね。でこっちの自然史のここに書いてるのが、人間と自然の関わり合いっていうのをテーマにされているんですね。まさにその都市の自然っていうのは、あの人との人の生活との関わり合いの中で育まれてきていて、その関係性の中であのその姿を変えてきているってことがあって、多分この本はこれからもすごく私たちにとっては都市と自然を考えるあの上でバイブルになるなと思っています。山崎先生からも一言どうぞ。いや僕もあのこの本本当に驚いてですねあのやっぱりこう自分の考えていたことをあのぼんやり、それしかもぼんやりと考えてたことを何年も前にものすごく明快に書いてあって、あのこんなになかなかセンセーショナルな本はないと思っていて、まあ、もちろん都市の自然に関してはいろんな方が本書かれてるんで、他にもあげようと思ったらおすすめの本ってあるんですけど、これは中でもあの一押しですので、もしあの、まあ、なかなかちょっと手に入れるの難しいかもしれないですけど、品田先生の本にも注目していただけたらというふうに思います。そうですね。はい。まあ、先生お元気ですので。はい。はい。ということで今日お話を聞かせていただいて、ちょっと自分なりに5個ぐらいの話が面白かったんですけども、時間がないので表示するだけにさせていただいて、まあ、あの中でもやっぱ外の場にも期待していただいたっていうのはなかなかありがたいなと思いました。自分たちも人のつながりをあの作っていったり、場作りに取り組んでるメンバーもいるので、まあ、今日聞いた話なんかを参考にさせていただきながら、うまくこれからの取り組みにつなげていきたいというふうに思います。それでは今日のゲスト
佐藤留美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では次回の案内をさせていただきたいと思います。次回のパーソナリティの田村さんからお願いできますでしょうか。はい、次回5月16日パーソナリティをします、田村と申します。次回は海外ゲストをお呼びいたします。シンガポールの都市行政、市民として、公共空間に関わっているヤン・リン・リンさんをお呼びします。当日は英語でお答えいただきながら日本語で訳を随時入れていくという形なので、ぜひ楽しみにしてください。はい、こちらの内容もね、見逃せない内容となっておりますので、ぜひ次回もお付き合いいただけたらというふうに思います。はい、それでは本日はここで終わりにしたいと思います。改めてですけど、佐藤留美さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。